ウブスヌールは、モンゴル国最大の湖。日本では、ウブスことも表記される。海抜759メートル、面積3350平方キロメートル。その北東部は、ロシア連邦のトゥバ共和国に含まれる。湖岸の最大の集落は、オブス県の県庁所在地オラーアンゴムである。この塩分の湖野菜湖は、かつて数千年前にこの一帯にも海が広がっていた、時の名残である。 流入河川には、テス川などがあり、流出河川はない。ウブスヌールは、およそ70万平方キロメートルにわたって広がる、ウブスヌール盆地の中心に位置しており、ユーラシア大陸において、自然のままのステップが良好に保存されている地域となっている。同時に、世界で最も北にある砂漠と、世界で最も南にあるツンドラが並存する場所ともなっている。この盆地には、 ウブスヌール以外にも、ウレグヌールをはじめとするより小さな湖がいくつかある。これらの湖が中央アジアの内海の北にあることは、渡り鳥にとって重要である。盆地はシベリアと中央アジアにとって、気候上も地理上も境界になっていることから、気温は夏は47度、冬はマイナス58度と非常に極端である。そのような厳しい環境にもかかわらず、 絶滅危惧種の雪氷、アルガリ、アジア種のアイベックスなど41種の哺乳類や173種の鳥類が生息している。反面、人口密度は低い。産業の欠落や遊牧を主とする周辺住民の伝統にとってあまり寄与する環境ではなかったことなどがその原因だが、かえってそのおかげで周辺の環境は手つかずに残されることになった。ウブスルボンでは、 1993年にロシアが8つの自然保護区を設定した。2003年にはモンゴルがテス川周辺をはじめとする4つの保護区を設定した。これら12の保護区が2003年にユネスコの世界遺産に登録された。中央アジアの自然がほとんど手付数で残っていることが評価された。同時に4万点に及ぶスキタイやトゥルクの遺跡が発見されていることも評価はされたが、 あくまでも、自然遺産としての登録であり、複合遺産ではない。この世界遺産は、世界遺産登録基準のうち、以下の条件を満たし、登録された。全般客中遊部数、ニューアーコセプテッド、イントゥーワールドネットワークオブバイオスフィアリザーブス、ハット httpww.greenpieceorg、ロシア、en、キャンペーンズ、ワールドナチュラル、ヘリテージ、 ザユーブセナー、フォローザユーブセナーフォロー、ありがとうございます。